オクラは、アオイカトロロアオイ族の植物、またはその食用果実である。原産地は、アフリカ北東部。原産地や熱帯では、多年草で、何年も繰り返し果実をつけるが、日本では越冬できないため一年草である。角オクラは10センチメートル、丸オクラは15から20センチメートルくらいに、成長した段階の若い果実を食用とし、日本でも広く普及している。 大きくなりすぎると繊維が発達して食感が悪くなり、食品価値を失う。日本語名オクラは、英語名、オクラからの借用語で、その語源は、アフリカのガーナで話される、遠い語のアンクロマに由来する。その形状から、レディーズフィンガーとも呼ばれる。英語の別名で、ガムボとも呼ばれ、フランス語名は、ゴンボ、イタリア語名では、ゴンボ、または、アベルマスコという。 和名名をアメリカネリとい,い他にリクレンコンの異名もある日本に入ってきたのは幕末から明治初期で従来ネリと呼んでいたトロロアオイの禁煙種であったのでアメリカネリと名付けられた。沖縄県や鹿児島県、伊豆諸島などこの野菜が全国的に普及する昭和50年代以前から食べられていた地域ではネリという日本語で呼ばれていた。今では オクラという英語名称以外では通じないことが多い。アフリカ東北部の原産、熱帯から温帯で栽培されている。エジプトでは、紀元前元年頃にはすでに栽培されていた歴史の古い野菜で、野生種はインドでも見られる。アメリカ州では、主に西アフリカから移住させられた奴隷によって栽培が始まり、現在でもアメリカ合衆国南部、西インド諸島、ブラジル北部など、 アフリカ系住民の多い地域でよく栽培されている。日本にラ来したのは幕末頃で一般に広く栽培されるようになったのは昭和30年代になってからである。高温性野菜で熱帯では多年草であるがオクラは少しの霜で枯れてしまうほどに寒さに弱いために日本では一年草となっている。 摂氏10度以下の環境では生育できなくなる。短期間で5 0トルから2ルほどに成長し15から3 0トルの大きさの手のひら状の葉をつける。単行色に中央が赤色のトロロアオイに非常に似た花をつける。開花は夜から早朝にかけてで昼にはしぼんでしまう。開花後髪型に向かって鞘が出てくる。緑色もしくは赤いカヒレ。 長さ5から30センチメートルの先の尖った形の5両の果実をつけ、表面に単毛が生えており、収穫適期のものでも、肉眼では確認できないほどに細くて、鋭いトゲを有することがある。このトゲは指先に刺さってチクチクと痛みを感じても、トゲの位置が探し出せず厄介なことになるので、素手で触る際には、先端から太い方向に指を滑らさないような注意が必要である。 熟すと木質化する。寒さに弱く、霜が降りる気候では結実しない。オクラの果実形状によって区分され、五角種、丸さや種、多角種などがある。現在の日本で主流を占めるのは、量がはっきりしていて断面は丸みを帯びた星型になる品種だが、沖縄や八丈島などでは大型で量がほとんどなく、断面の丸いものが栽培されている。その他、 果実表面の色が緑色のほか四項色、黄色の品種や大きさが2センチメートル程度の小さい品種から1 5センチメートルにもなる大きな品種もある。高温を好む性質で栽培適温は20セッ30度とされる。連作不可の作物のため、2から3年はオクラを作っていない畑で栽培し、春に十分暖かくなってから種をまいて、夏場に株が盛んに成長して、 夏から秋まで長期にわたって果実を収穫する。栽培難度は容易で、日当たりの良い畑で株間を取って、収穫期間中も追肥を与えることが栽培のコツとなる。土質は選ばないが、酸性土壌には適さず、pH は6.0から6.5が好的である。春に朝晩の気温が摂氏10度を下回らなくなったら、 元越えを多めに施した畑に株間40から50センチメートルほどを開けて一箇所4から5粒の種をまく。発芽して本葉が数枚開き始めたら順次間引きを行って生育が良い苗だけを1本残す。苗は乾燥に弱いため土壌に敷きわらやポリマルチを行って乾燥を防ぐようにすると良い。初夏は株の成長期で 月2から3回ほど追肥を行うようにし、土寄せを行う。竹が伸びて夏に花を咲かせるようになると、花好みが硬くなってしまう前に、開花後3から4日を目安に、長さ5から8センチメートルほどになった若い果実を収穫するようにする。順次収穫できるようになるので、このまも追肥を欠かさないようにする。収穫した実よりも下にある葉は、 そのままにしておくと株が弱ってしまうため、すべて切り落とすようにする。連作を行うと、猫不戦中や、苗立ち枯れ病の発生が多くなるので、連作は避ける。苗立ち枯れ病は、早巻きすると発生しやすくなる。外中の猫不戦中が一旦発生すると、傍受することができなくなる。アブラムシや、ハスモンヨトという外虫も発生することがあるので、殺虫剤を種まきや、 定食前の掘り穴に施すと良いと言われている。油虫の飛来を抑制するために、シルバーストライプ入りのポリマルチをすると有効とされる。日本の平成24年度における、全国作付け面積は799ヘクタール。年間国内出荷量は11,224トンであり、主な生産地は鹿児島4,383トン、高知1,946トン。 沖縄992トン、熊本898トン、宮崎523トンである。また、国内出荷量が減る陶器を中心に、タイ、フィリピンなどから輸入している。紀元前から食べられていたと言われるベータカロテンや、ビタミン B 群が豊富な緑黄色野菜で、柔らかいうちの未熟化を食用にする。日本では夏野菜の一つに数えられ、主な旬は夏場と言われているが、 ハウス栽培や東南アジアからの輸入品もあり通年で回っている。食味は癖がなく特有の風味があり、切った時に出る粘り成分はペクチンとムチンである。胃腸の調子を整えたり、夏バテ防止に役立つ健康野菜と評されており、刻んで生食するほか、サラダ、和え物、天ぷら、スープ、ソテー、煮込み料理、炒め料理などに使われる。 鮮度の良い美味しいオクラの見分け方は、果実器部の下手や、額の周辺に黒い斑点がなく、全体に濃い緑色で、産毛がしっかり生えているものが良品である。また果実が大きすぎると熟しすぎて、硬くなってしまい、味が落ちる。オクラは、刻んだ時にヌメヌメした粘り気が出るが、この粘り気の正体は、主に水溶性食物繊維のペクチンと、糖タンパク質のムチンである。 ペクチンは血糖値の上昇を抑制したり、便通を良くする作用がある。またムチンは脂肪や悪玉コレステロールの吸収を減らす効果を持っていると言われ、胃の粘膜保護、タンパク質の消化吸収を助ける働きがある。ペクチン以外の不要性食物繊維も豊富に含まれ、便秘を改善して大腸がんリスクなどを抑制すると言われている。他の栄養素としては、ベータ。 カロテン、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、カルシウム、養酸、食物繊維などが豊富に含まれるため、夏バテ防止、便秘、下痢に効く、成長作用などが期待できる。果実の表面に細かい産毛があり、そのままでは口当たりが悪いので塩をまぶしてこすり取ると、口当たりが良くなる。生でも食べられるが、茹でるときは固めに仕上がるように、熱湯に入れてから手早く。 冷水にとって冷ますと鮮やかな緑色で茹で上がる。果実の気分にあるかドった部分は苦味があるので丸ごと使う場合は面取りするように削り取って使う。加熱調理をしても栄養素があまり失われない特徴を持っているが茹でると水溶性のぬめり成分が減少するため粘り気の効果を期待して料理に活かすのであれば生食の方が良い。粘り気を出して 料理に生かすためには、包丁で細かく刻んだり、叩いたりして、オクラの組織を破壊するようにする。また少し加熱するとことでも粘りは出てくるが、加熱しすぎると、境養分が損なわれてしまうので、軽く湯がいて、細かく刻んだ方が、他の食材とも馴染みやすくなる。粘り気を外に出さないように、鞘のまま優しく加熱する料理もある。また、黒粉と一緒に加熱する。 酸味の水につける、先に湯通ししておくなど、粘り気を抑えるための調理法がある。日本では、生、あるいは軽く茹でて小口切りにして、粘り気を出し、醤油、鰹節、味噌などをつけて食べることが多い。他にも、煮物、天ぷら、炒め物、酢の物、和え物、汁の実、すりおろすことによって、とろろの代わり、納豆の薬味、サラダなどの利用法がある。 辛いを収穫して、天ぷらにしても美味しく食べられる。インドグジャラート州では、輪切りにしたオクラを、よこ豆の粉と炒めたビンディヌシャークという料理があり、南インドには、炒めたオクラを、ヨーグルトで和え、油で炒めた、香辛料で香りをつけたベンダカイタイルパチャディという料理がある。パキスタンから中東、北アフリカ、西アフリカ、西インド諸島では、輪切りにして、 トマトや肉と煮込み、ご飯にかけて食べることが多い。キューバでは煮込み料理にするほか、ピラフのように米と炊き込む。ブラジルバイア州には、オクラ、玉ねぎ、干しエビ、落花生、またはカシューナッツを煮込んで作るカルルドパラというソースがある。アメリカ合衆国では、南部の料理によく用いられる。北部では、オクラ特有の粘り気が嫌われることが多く、 21世紀現在でも、あまり栽培されていない。南部では、スープの具にしたり、輪切りにして、コーンミールをまぶしてあげたり、ピクルスにするほか、オクラをベーコンと米と一緒に炊き込んだ、リンピンスーザンというピラフのような料理もある。ルイジアナ州のクレオール、ケージャン料理では、ガンボと呼ばれる煮込み料理にとろみをつけるのに、オクラが使われることが多い。 オクラを入れたスープもしばしばガンボスープと呼ばれるが、これはフランス語のゴンボが英語に導入され、ガンボとなったものである。なお、ゴンボは、オクラを意味するアンゴラ語のキンゴンボもしくは中央バントゥー語のキゴンボに由来する。ちなみに、オクラのことをキューバではキンボンボ、プエルトリコではキンガンボと呼ぶ。ベトナムでは、大ぶりのオクラをスライスしたものを、 焼肉の焼肉と一緒に焼いて食べる。西アフリカでは、細かく刻んだオクラを、ヤシ油で煮込んだソースを、米やふふなどの主食につけて食べる。加工食品として、ソースやケチャップの原材料としても用いられる。種子は煎じて、コーヒーの代用品として飲まれた歴史がある。収穫後は、鮮度が落ちて、硬くなって風味が落ちるため、なるべくその日のうちに使い切るのが理想とされる。 摂取5度以下で低温障害を起こすので、保存するときは、ラップやポリ袋に入れて、冷蔵保存するようにするが、もともと低温を嫌うため、常温の涼しい日陰の場所でも保存できる。また、調理に使うのであれば、固めに茹でてから水気を切って保存袋で、冷蔵保存しても良い。薬用とする部位は、果実で、薬草としての生薬名は特に定められていないが、便秘に効果があると言われる。 潤いがなく、乾燥気味の瓶の時に良いと言われ、使い方は普通の食事をとる時に、1日に3個のオクラを生で食べたり、スープや汁の実として利用する。以前は、不要属に分類されていたが、現在では、ロロアオイ属に分類されている。株元の土壌をポリフィルムシートで折って、保温や乾燥防止を行うこと。株元の根が露出して株が弱ってしまわないように、 するため、桑などを使って株元に土を寄せる作業のこと、ありがとうございます。